五角形クイズ。こんにちは、宮古寺です。それでは今回の問題です。図形の問題ですね。五角形 ABCDE がありますと、5つの内角のうち4つの内角の大きさがこんな風であるとき、次の問いに答えなさいって問題で、過去9番が五角形 ABCDE において平行な辺の組はありますか？あればその2辺が平行であることを、この平行の記号ですねを用いて表しなさい、なければなしと書きなさいという問題なので、まずはこの図が書けないとニッチもサッチもいかないですね。では図を書いていきましょう。じゃあこの110度とかね、70度とか、それってどんぐらいの角度っていうのを、まあざっくり書いたのがここです。90度っていうのがこんな風に直角じゃないですか。それよりもこっちに線が向いてきたら鈍角になりますね。こっちにヒュッと線が来たら鋭角になりますよね。90度よりでっかいのが鈍角、90度よりちっちゃいのが鋭角ですね。まあざっくりなので110度、70度、140度、90度ってこんなもんですかね。じゃあこのあたりを参考にして五角形 ABCDE っていうのを書いてみましょう。もう適当に書きますよ。いいですか？皆さんが、あなたがですね、数学検定を受けるときにこんな風にまあ書けばいいんじゃないですかっていうね、まず点 A 適当に取ってあげて、そこからもう適当に線をビッと引っ張るわけですよ。でそこから、角、ここは A だとしてね、ここ B としてね、角 ABC が110度なので、まあ大体こんぐらいの角度、そしたら C がオラーとこの辺に書きますか。これで大体110度ですよ、適当ですけど。で次角 BCD が70度、70度なのでこっちにいたら90度ですよね。それよりもこうえぐる、おい、これで70度ですよね。で次に CDE が140度、140度なので鈍角ですよね。まあこんな風にこれで90度なのでミュイって感じですかね。で A から角 EABここは EAB が90度、EAB が90度って言ってますよ。ってことでここを E としてあげると、こいつをビーッと伸ばしてあげて90度ですね、ちょうど90度になるようにヒュッ、こんな感じですか。はい、これでまあざっくり合ってるでしょうよと。110度、70度、ここが140度ですね。でここは90度ですよ。でここの E は分かっちゃないんですね。これで図が完成したわけですね。簡単に書けるでしょう。この辺りを参考にしてね。さてさて、じゃあ、2辺が平行であるのありますかって言ってますね。じゃあこの図をうーんと見た時に何か平行っぽいのありますかね。情けですねこの図だとね。まあ歪んでるからね。まあうん、ここ辺りが平行ですかね。じゃあ、平行であることを確認するためには同位角と錯角の考え方を使ってあげましょう。2本の直線がこんな風に平行だったら、ここ同位角って言いますね。同じ位置の角ですよ。同じ位置の角で同位角、この同位角って等しくなるんですよね、平行だったら L と M が。で同じように LM が平行だったら、この錯角 Z みたいな形のここですよ、ここの錯角も等しくなりますよと。逆にこんな風に同位角や錯角が等しかったら L と M って平行だよっていうことが言えるわけです。なのでこんな風に同位角が等しいところとか錯角が等しいところをこの図形で探せばいいわけです。じゃあ角度っていうのを書き込んでみましょう、ざっくりと。そしたら、90度、110度、70度、140度っていうのを見たときに補助線というかね、線を延長してあげて、例えばここピッと線を引いてあげると70度なんだから、これ180度から70度引いてここ110度になりますね。するとほら、これ同位角が等しくなりましたね。この2直線に対して同位角が等しくなってるでしょ。ってことは AB と CD っていうのは平行なわけです。まあ、見た目がねちょっとずれてるのは残念ですね。っていうことでここ AB と CD が平行になったよって言えるわけです。なので一つ目は AB
平行を AC でですね。で、他ないかなって探してみたときに、ここはまあ、何度 ?40 度になりますね。ちょっと無理っぽいですね。で、ここはまあ70度で同位角が等しい、90度なので90度関係なさそう、みたいな形で、まあまあ、こいつだけかなという形で処理してあげます。まあ、大事なのはね、同位角や錯角を見つけてあげようっていうその意識を持ってこの問題に取り組めるかどうかってことです。はい。では次、括弧10番。角 DEA、DEA、これか。DEA の大きさは何度ですか？単位をつけて答えなさいって問題です。じゃあ、五角形で4つの角がもう分かってるわけじゃないですか。じゃあ、五角形の内角の全部の和を求めて、90度と110度と70度と140度を引いてあげたら角 E になりますね。ではやってみましょう。まず五角形の内角ってどうなるんですかっていうと、ちょっとこれ書き込みたくないので適当にまたヒュ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 って書きますけど、三角に分割すればよかったですね。五角形ってこんな風に三角形が1個2個3個できるわけですね。じゃあ三角形の内角の和は180度だから180度が3つ分なわけです。ってことで、五角形の内角の和は180度が3つ分ですね。ちょっともうドア省略してますよ。そこから、この90度と110度と70度と140度を引いてあげればいいわけですね。すると、3波24、3、1が3の540度なんですね。五角形の内角の和は。マイナス、これで200、200の340の410になるかな。ってことで、求める角度っていうのは540から410を引いた130になるわけですね。ということで、角、どれ？あ、これか。DEA。角 DEA の角度は、130度になりますよっていうのが答えになりますというのが、まあまあ一番パッと思い浮かぶ解き方じゃないですかね。でもね、これせっかく括弧1番で AB 平行 CD っていうのを見つけさせてくれたわけじゃないですか。平行線があれば同位角や錯角って等しくなるわけですよ。この辺りを利用してあげるとこんな風な別解があるわけです。じゃあ補助線を1本引っ張りましょうか。この AB と CD に平行な点 E を通る線を引っ張りますよ。ちょっとまあこれは平行線に見えるのでね、あれですが、ビッとこんな風に平行線引っ張るわけです。そうするとここまた延長してあげてね、これ180度から140度を引いてあげて、ここ40度になりますね。じゃあこの線とこの線平行線なので錯覚で Z、 ここ40度になりますね。で、同じようにここ線を延長してあげると、ここ90度なのでもちろんここも90度になりますよね。じゃあこれ錯覚で Z、 ここ90度になりますね。ってことで、ここの角度は40度足す90度で130度って一気にスパンと求めることができるわけです。別解、まあ、この図から角 DEA っていうものは90度足す40度でね、130度って一気に求めることができますよと。まあ明らかにこっちの方が早いですよね。ですので、もちろん数学検定って時間があるので、制限時間があるんでね、これに気づけた人は少し時間が節約できますってことです。まあ、この括弧9番でね、なぜ平行線を見つけさせてくれたかっていうのに思いが至れば、この別解で解くことができるんじゃないかなって思います。はい。じゃあ問題の解説はこれで終わりなんですが、ここで五角形クイズ、イエーイ、五角形クイズです。三角形に2本だけ線を足して五角形にしてください。三角形に2本だけ線を足して五角形にしてください。はい、じゃあ行きますよ。はい、どうでしょう？わかりましたか？
三角形に2本だけ線を足して五角形にするんですよ。はい、じゃあ正解の発表です。こんな形でやってあげればいいんですね。三角形があるじゃないですか。この三角形に2本だけ線を引いて五角形にするわけですね。はい、五角形になったよってことでね、三角形が五角形になったよクイズでした。はい、合格できる。